の近くのこれ何これはコンビニじゃないよね。あ、コンビニなの。トイレマークでかはい、今日もお友達2人と一緒に遊びに来てます。今日はドレイパー、今はドレイパーという場所に行って、これからソルトレイクシティの方行って、まあ何するかまあよくわかんないけどとりあえずあのね、彼らやりたいことがあるみたいだからついて行ってますなんかでも綺麗だね。私の前のイメージもっと汚いイメージだったけど全然綺麗。アメリカのコンビニも、おでかっ、コロナでかっバン、酒でかくない、全部500以上、800ミリぐらいあるじゃないの。1リットルあるよね、でかすぎね。えどうやって飲むの、みんな。すごい、21歳以上じゃないと入れない場所だって。お酒がいっぱい入っているとこ、はい、アメリカによくあるサンドイッチとかはこんな感じ、めっちゃしょぼい。いや私食べたことあるよ、多分あのハンバーガーだけど。いやだー、何それ、なんだこれ、トルティーヤ、めっちゃしょぼくない。一応温められてるけどね永遠にいつの顔、いつの顔か。あ、そうそう、これハンバーガーね、食べたことあるけどめっちゃ安っぽい味なんだ。あ、これのだ。あ、普通の味しかないわ。え、ピザ、グミの、あ、グミね、気持ち悪い気持ち悪い。え、すごい子供用、気持ち悪い自分で作るの楽しいけどね、そういうの。日本の大好きだった。うわー、でかでかこれは子供用って感じだ。はーい、私がユタ大学に行ってた時の寮があの建物の奥にあるって、あるって覚えてないけど、覚えてない、建物覚えてない建物覚えてない、これがどのくらいユタ大学に近いかもちょっと覚えてない。あ、でもなんか歩いてきたかもしんないな、違うかもね。そう、雪はない、私10月に帰ったから。そう、開いてないの。あ、開いてないんだって、寂しい。あらまあ、残念。ハイスクールミュージカル見てみたいな。面白い。まあ、みんな、あ、みんな見てるよね、あれ。あ、ちょっと私も撮りたい。食堂じゃん、この真後ろ。そうよ。そうなの、知らないけど、だって
あ、ごめんね。サムが好きな、あ、はいはい、言ってたね。綺麗。おー、うまそう。はーい。一番日本のビール。This is so interesting. I've never had a beer like this. What?待って、めっちゃハラペーニョの味する。スパイシー。辛いよね、びっくりしたんだけど。びっくりした。辛い、ハラペーニョだ。匂いもハラペーニョだし。でも、面白いね、これ。面白い、いいじゃん。ケイシーがめっちゃ好きそうな味。これめっちゃ美味しい。ね、辛いね。That's beast.すごくない？でかくない？これいくらだったっけ？10ドルくらい？ねえ、でっか。はい、ナチョスでーす。アボカドそんなにいい。やばい、アボカドすごい。やばい、チーズめっちゃとろける。ね、なんか全部無理。全部無理。味も無理。あ、そうなんだ。アボカド大好き。今一杯飲んで一杯飲んでナチョスが大きすぎたから本当はサンドイッチも食べる。大きすぎて4人の間にアペタイザーで終わった。ね、終わっちゃったね。めっちゃ美味しかったけど。We're like, oh, we're gonna eat dinner. Eat a plate of nachos. そう、すごいサンドイッチ新しい種類の食べたかったけどもう買えなかった。4人でナチョス分けてもう終わっちゃった。まあ安く済んでよかったね。あ、本当だ。かわいいじゃん、ちっちゃくて。あ、前行ったとこだ。そう。前行ったよ、焼き鳥屋さん。美味しかったよね、めっちゃ。そう、美味しかった。かわいいし。タパーズって何だっけ？タパーズ、おつまみだよね、ちっちゃい。なんかおしゃれだし、かわいい。ここ。次の行き先。そうそう。次の行き先。ローズンヨーグルト、ありがとうございます。寒い。かわいい。なんか人がいない。あ、あれか、店員さんなの？座ってた人、店員さんだったの？私はだってオレオとかチョコが好きだから、ケッシーはめっちゃピンク女の子のカップみたいな。今日ケッシー、私男みたいじゃん、めっちゃ。もうアイボバ、アイフルー、バン、かわいい。ここフローズンヨーグルトです。お金が入ってる。あ、かわいいじゃん。おぉ、ちょっと誰にあげんのそれ。恥ずかしいんだけど。あー、わお、これでも映しても映せないな。あ、すごい、おもちゃとかいっぱいある。これでもダメだ、映せないな、ビデオに。映しても意味ないからやめとこう。はい、ちょっとエッチなお店に来ました。わお、すごい大きい。この人のやつなの？この人のやつってことで、そういうことなの？でかっ。ポルノスターも、あー、ポルノスターなのね。すごいね、全部出てくるよ、なんか液体が。今日大好きって言ってるんだけど。普通の本屋さんか。でもかわいい。まあ普通の、普通だ。これ、待って。カード。面白い。Google マップにも、カード&ギフトっていう風に書いてあるけど、そう、こっち側はね、カードとかギフト。なんかそう、普通のお店だけど、あっち側がもうアダルトな、はい、そういう感じのお店になってます。めっちゃ面白い。
い楽しそう。